皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それでは、カウントダウンの後、始まります。 スターすです。うんあそっかお店からの帰りかあらーよかったね うんそうだねうん友達できたね。<laughs> かわいい <laughs>。 うん、うん、そうだねそれだよ。 どうしたわわせようとしたうんだよね。笑わせようとしたんだよね。かわいい。あら恥ずかしかった <laughs> うーんなんか穏やかな時間だよね。 一緒にいてねって。うわうわ、またいる。え、え真っ白かなオープニング入りました。そうだ、今回なんか、悪い人とかいうタイトルじゃなかったっけ前回ね、そう、霧島のお誕生日をお祝いし、みんなでしたんだよね。 ま、それプラス、ちょっとね、お父さんとお母さんの出会いのね、エピソードなんかをね、回想するみたいな感じでしたね。なんか、お嬢はなんか、あれだよね。幸せの象徴みたいな感じだよね。すっごいなんか穏やかーな時間が流れててよかったな、今。霧島と、 お嬢の二人の会話ね。なんかそろそろ真っ白が仕掛けてくるのかな。暗躍してるっぽいよね。 なんかなんとか組っていうさほら桜木組とかねあれを忘れそうになるんだよねオープニング終わりました第10話「悪い人」あこのパーカーの人ね。 昔の霧島か。荒れてた頃のそうだ、パーカー着てたね。忘れてた、忘れてた。なんかその頃に恨みを買った人かな。<laughs> 確認が <laughs>。 うん、やっぱり狙われちゃうよね。気をつけて。一緒にいるから目立っちゃうよな。<laughs> みんないる。<laughs> おー、友達も。 ああ、やったよね、この前ね。ちょっと敵ぶちのめしたときに <laughs>。まあ、人数いた方がいいもんね。だるまさんはこの、だわね。うん、あれ、もう捕まってる二人。 意外に白熱するんだよね。こういうのって。<laughs> 大人になっても <laughs>。転んだ ああ、勝負仕掛けろよと、とあはは、おるねああ、ああ、ああははは、<laughs> 見せないようにしてる。優しい。<laughs> これぐらいの公園ぐらいがちょうどいいよね。あんまり大きすぎると見失っちゃったりすると危ないもんね。あ。見つけちゃった。<laughs> あ考えてる考えてる。葛藤しとる。あ <laughs> うん。決まったあ、うん。あれなんで <laughs> なんか、金平さん好きなんだけど <laughs>。うん、<laughs> そうだね。ちょっとポンポン痛くなったかな あ,ーあの顔大人。うーん、大人たちの顔よ。<laughs> そうだよね。怖いから 1> 1人じゃ怖いなんかシミュレーションみたいだよね。あれみんな一緒にえどっからくんの上からかよ あら、見つかっアっハッ <laughs> ていいよ。 あらー。このほわほわした空間が、いいわ <laughs>。皆さんご苦労様です <laughs>。あ、大丈夫誘拐されない 杉原くんさじばするんだよねいつもね。 なんか、野良猫みたいだったんだね。ほんと。えダメ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 。知らない人に声かけられたら逃げて <laughs>。ああ、こっちはこっちで。 時間稼ぎか。 そうだよね。大丈夫あら、これはちょっと待って、ブチギレちゃうんじゃないいやー、珍しくハードな展開に。ダメダメ。キリスメさん、キリシマさんがブチギレちゃう。お母さんとオーバーラップしちゃったあー。 お母さんは何病気何だったの多分でも気を失ってるだけだよね。ああもう目が。 もうこれは止まりませんぜ。こんなんなってたらなんか誰か警察呼びそうだけどね。まあ、人通りが少ないからか。なんかお嬢がでも目覚ましそうな感じ。もう目が <laughs>。うん。 補助が最優先ですよ、最優先。うーん。うーん。お父さん来たうん。 今までの。どっち。あ、これから。殴り込み行くの。うーん。そうなっちゃうね。そばにいることじゃないの。うん。そうだよね。 もうこうなったらね、組同士の問題だね。ダメだよ、一人で暴走したら。気持ちはわかるけどね。 やっっぱり言ってしまったかあまマサヤ今触れないほうがいいですよああの時と同じ夢をしておるあ,あ いやむしろうんなんか今眼中にいない感じかな静かに怖いああ今触れちゃいけないとこ あれどこの組のものなんだあの、今回誘拐というかね。うん、襲ってきた、連中。 これ繋がってるんだ。やっぱ真っ白が絡んでるってことあ、あ、ああ、なんかホラーみたい。あ、スマホ持ってんだ。もう乗された後なんだね。わあ。 甘や組おおやっぱいろんなところがやっぱりね <laughs> でしょうねそれを利用してんのか真城は。 ああ。あれかな金平さんとかも動いてんのかな探してんのかねこの、潰してたのって、勝手にやってたの一人で。 一匹狼だったのかなそれともなんか誰かに雇われてたその描写あったっけもし以前にあったならごめんなさい。忘れてるだけだと思います。そんなとこ立ってんの何なんだろうね、君。 霧島さんのファンああ縁起が入りました大事なものに手をかけるから手をかけるっていうかね危険な目にあったからさ今彼の心のよりどころだしね やえちゃんはね。やっぱり真っ白だったか。たぶん後ろに、バックにいるのは真っ白だよね。いやでもやえちゃんが、まあ、なんかその、怪我自体は大したことはなくてよかったというか、怖い思いはしただろうけど。 うーんでもなんかややちゃんも強い子だよねなんかすごい霧島のことをなんか第一に考えてるというかさあのタイミングで目覚ましてさ ダメみたいな感じでこう手伸ばしてるのってやっぱりね。霧島にそういうことしてほしくないからだろうしね。なんか自分のことよりもっていう感じがしてなんか、あーってなっちゃう。えっと、次回、花火と約束と、あー。はい。組長娘と世話係の銃は見終わりました。 まあやっぱりね、こういう展開はありそうだなとは思ったんだけどね。なんか誘拐されるとか、ちょっとね、危険な目に遭うっていうのはね。うーん。そうだよな。霧島さんが暴走するのを狙ってるのか。真っ白はね。あれはもう完全にバックに真っ白がいて、その、組を潰された、 人間、ちょっと居場所を失ってしまった人たちをね利用してねちょっと霧島さんへの復讐をたきつけるような感じでって感じですよね。真っ白が暗躍してたって感じですかね。そうだよな霧島さんがああいうふうになるのはきっと想定内だよね。真っ白的にもね。 なんんかずっと張っっとてたっぽいもんね昔の桐島さんを知ってるってことでしょどういう関係だったのかってまだあれですよね詳しくはそう描かれてないですよね真っ白と桐島さんねまあなんかそこら辺もそのうち描かれるのかなとりあえず一旦決着はついてほしいんですけどねでもなんか花火と約束とっていう感じからして 解決はしそうというか、まあ、一旦執着して、お嬢とのね、和やかな時間が戻ってきそうな感じはしますけどね。でもなんか真っ白を叩かない限りというか、ま、あ叩けないと思うけど。まあ、なんかスルッと逃げちゃいそうだけどね。なんか大元が健在な限り、何回でも同じようなこと起こりそうな感じはするんですけどね。 この下っ端というかね、そそのかされて動いてる人間をいくら叩いたところでっていう感じはするんですがね、どうなるんでしょうね。まあ、いやーねー、彼にとっては本当、やえちゃんが心の支えというか、拠り所というか、お互いこうちょっとね、寄り添い合ってるところが今あって、八重ちゃんの存在があるからこそ、 昔の霧島に戻らなくて住んでたところがあったからね。その大事な人を傷つけられて、昔の自分にちょっと立ち戻ってしまったというかね。なんともね、戻ってきてほしいですね。いつもの霧島さんに、目覚ましてほしいですな。いや、気持ちはすっごいわかるんだけどね。なんかそれでは解決しないかなというか。うーん。 まあ、組長も動いてくれてるみたいなので、まあ。そんな大規模な構想とかにはならないとは思うけど。うーん、次回執着してほしいですね。そしてさ、お嬢が目が覚めた時にいなかったら悲しむじゃない。霧島戻ってこいよっていうとこですね。ということで、組長娘と世話係10話、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。 それでは、マーブルでした。